野寄義春は日本の科学者。学位は工学博士。2001年にキラル触媒による不正反応の研究が評価され、ノーベル科学賞を受賞した。国立研究開発法人科学技術振興機構、研究開発戦略センター長、名古屋大学特別教授、名城大学客員教授、高砂工業工業株式会社取締役。 名古屋大学大学院理学研究科研究課長、理学部長、物質科学国際研究センター長、独立行政法人理科学研究所理事長などを歴任した。日本学士委員会委員。1938年9月、兵庫県向郡政道堂村に、のより近所、鈴子の長男として生まれた。1945年に終戦を迎え、 疎開先から神戸の六校に戻り、兵庫支配学校男子部附属小学校に学んだ。1951年4月、私立灘中学校に入学した。ナイロンは石炭と水と空気からできているという話を聞き、科学への志を抱いた。その後、灘高等学校を経て1957年4月に京都大学工学部に進んだ。 1961年3月に、京都大学工学部工業科学科を卒業し、1963年3月、京都大学大学院、工学研究科工業科学専攻にて、修士課程を修了した、工学修士。野り記念物質科学研究館、野り記念学術交流館1963年4月、京都大学工学部にて、野崎一の研究室の助手となった。 1967年9月には、工学博士の博士号を取得した。論文の題は、ザ・ケミストリー・オブ・メタスタブル、スピーシーズ・リーディング・ツー・ストレーンド・ォーマシック・リック・マリキュールス。1968年2月、名古屋大学理学部にて助教授に就任した。1969年1月、アメリカ合衆国にわたり、ハーバード大学博士研究員として、 イライアス・コーリーのもと、1970年3月まで研究を行った。この時期、後のノーベル科学賞共同受賞者となる、バリーシャープレスとの交流が始まる。帰国後の1972年8月、名古屋大学の理学部教授に承認した。同年、ヒロコ夫人と結婚する。その後、1983年には、 メントールの量産化に成功し、1986年には BINAP ルテニウム触媒を発明するなどの業績を残した。1996年2月より名古屋大学大学院理学研究科教授を務めた。1997年1月には理学研究科長及び理学部長に、2000年4月には同大学の物質科学国際研究センターにて、 センター長に就任した。2003年7月より、独立行政法人理科学研究所にて理事長を務めていたが、おぼかたはるらによるスタップ細胞に関わる不正論文事件への対応が求められる、就任期途中の2015年3月に退任した。恒例を主な理由とした退任だったが5月には、科学技術振興機構の 研究開発戦略センター長への就任が発表されたことから事実上の隕石辞任とみなされる。また、公的活動にも従事しており、文部省学術審議会委員、文部科学省科学技術、学術審議会委員、日本学術振興会学術顧問などの役職を務めた。2006年には安倍内閣にて設置された政府の教育再生会議にて座長に就任した。 2007年の秋人天皇、三千子皇后の欧州豪華国訪問に際しては、主席随意を務めた。研究はみずみずしく、単純明快に、名古屋大学東山キャンパス第50回日本、ラグビーフットボール選手権大会の式典に参加する、野寄教授と、山中信也教授、浅吹大蔵健造亀さん、英日根吉、半次、達次、金城吉春、 ありがとうございます。